はい、どうも皆さん、こんにちは。秋田です。本日も NTT 株価の分析を行っていきたいと思います。で、現在は1時間足のチャート画面を表示しているんですけれども、 NTT 株価自体、先日6月19日以降は上昇トレンドが継続的に発生して、意識されているサポートラインに沿いながら上昇トレンドが発生している形になります。で、このあたりの値動きに関しては前回の動画でもお話ししていたので、私の動画を見ていただいた方に関してはしっかりと利益獲得できていた展開だったんじゃないかなとは思うんですけれども、前回お伝えしていたエントリーポイント自体がこちらの151.4 円の平行ライン、この平行ラインを突破したポイントで買いエントリーを入れてくださいねというお話をしていたので、しっかりとこのあたりの値幅を獲得することに成功しているかなと思います。なので、前回の動画自体はかなりいつもよりも再生回数が多く回っていて、反響が大きい動画にはなっていたんですけれども、たくさんの方が利益獲得することに成功したということで本当に良かったなと思います。で、実際に公式 LINE の方でもたくさんメッセージをいただいていましたので、引き続き私の取引を参考にしていただければと思うんですけれども、本日の動画では NTT 株価のこの後の相場展開についてお話ししていきたいと思いますので、必ず本日の動画も最後までご覧になっていただければと思います。で、私の運営している YouTube チャンネルでは株式に関してのテクニカル分析を中心に普段から動画を投稿しています。ファンダ分析に関しての情報も定期的に配信していますが、私自身チャートを見て相場を分析するテクニカル分析を6年以上研究してきているので、このチャンネルを通してですね、テクニカル分析によって利益を出す方法を視聴者さんにお伝えしていければと思ってます。また YouTube チャンネルとは別で公式 LINE というものも運営していまして、公式 LINE では YouTube では公開できない利益に直結する無料コンテンツを複数提供しているので、必ずですね、概要欄の URL から公式 LINE の登録を行っていただければと思います。で、公式 LINE を登録すると具体的にどういったものを受け取れるのかというと、株式市場で利益を出すテクニカル分析の基礎マニュアルを完全無料で配布させていただきます。で、本来は有料で提供させていただいているようなものになるんですけれども、こちらの概要としては月100万円以上の利益を安定的に狙うことができる短期取引商法をまとめたマニュアルになっていて、実際にこのマニュアルを手に取った方たちからはこのような利益報告をたくさんいただいていますので、必ず概要欄から公式 LINE を登録していただいて、テクニカル分析の基礎マニュアルを受け取っていただければと思いますし、他にも利益に直結する限定情報を公式 LINE に登録すると受け取ることができるので、繰り返しにはなりますが、概要欄から公式 LINE の登録をお願いしますね。はい、では早速本題に入っていきたいと思います。引き続き1時間足でチャートを見ていきたいと思うんですけれども、 NTT 株価自体は6月19日以降は上昇トレンドが継続的に発生していて、やっと暴落のターンが終了したような形になっています。で、ここから意識されていくのは、もともとこの辺りで意識されていたこちらの青の平行チャンネル、この青の平行チャンネルを目指して上昇トレンドが発生していくのかと思うんですけれども、この青の平行チャンネルの下層で反発してくるのか、それとも再度上抜けして平行チャンネル内に進入していくのか、こういったところで今後の相場の展開が変わってくるかなと思います。ただし、あくまで現在サポートラインに買い支えが発生しながら上昇トレンドが継続している形になりますので、勢い的には上昇トレンドが重要な局面になっているんじゃないかなと思います。なので、こういった 157.8 円、161.5 円、165.7 円の3本の平行ラインが意識されているような形にはなるんですけれども、あくまで買い目線で NTT のトレンド自体は追っていきたいなと思ってます。なので、現在は平行ライン付近で価格推移しているんですけれども、この平行ラインで仮に反発してしまったとしても、サポートラインで買い支えが発生して、こういった形で上昇トレンド発生してくるかなと思いますので、一応トレンドの流れ的には上目線で考えていただければと思います。で、時間軸を切り替えて8時間足で引き続き見ていきたいと思うんですけれども、8時間足単位でも現在上昇トレンドが優勢な局面ということは見ていただいても分かるかなと思うんですけれども、こちらのガンマを今表示していますが、ガンマの束が大きく開いてきているんですね。で、現状はこのガンマの束の天井付近で価格推移しているような形になりますので、ここで反発して下抜けしていかない限りは、おそらくガンマを上抜けして上昇トレンドが発生してくるような流れになってくるかなと思いますので、こちらはぜひとも覚えておいていただければなと思います。なので、来週1週間ぐらいは上昇トレンド続いてくるかなと思うんですけれども、上昇トレンドが発生した際にこの青の平
平行チャンネル内に侵入してくるのかどうかというところで今後の流れが大きく変わってくると思いますので、こちらの考え方についてはぜひとも参考にしてみていただければと思います。で、何かわからないことなどがあれば公式 LINE の方に質問いただければと思いますし、先ほどもお話ししたように公式 LINE では YouTube では公開していない限定の利益が狙えるコンテンツというものを無料で配布していますので、ぜひとも概要欄から公式 LINE の登録をしていただければと思います。で、この動画が分かりやすいなと思った方はこの動画の高評価もよろしくお願いします。では本日も短い動画となりましたが、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。